エドワルト・アナトリエベェチ・ヒーリは、ロシアのバリトン歌手、スモレンスク生まれ、ロシア連邦共和国から人民芸術家の称号を授与された人物である。ヒーリは、1976年に録音され2010年にインターネット上で国際的に流行した楽曲、やっと家に帰れてとても嬉しいの歌手として知られている。トローラロール、トローラローもしくは、ロシア版。 ビッグロールとも呼ばれる、この楽曲はインターネットミームとなり、インターネット上の嵐と広く結びつけられるようになった。2009年、ヒールが歌う楽曲、やっと家に帰れてとても嬉しいの1976年の動画が YouTube へアップロードされ、この動画はトローララ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 ロ、またはトローラロとして知られるようになった。トローラロは、 ヒーリの独特の発声を表すオノマトペである。この奇妙でキャッチーな動画はすぐさま拡散され、ヒーリはミスターとローラロやトローラロマンといった名で知られるようになった。この楽曲はアルカージー・オストロフスキーによって書かれたものである。ヒーリの他にもバレリー・オボジンスキー、ハンガリーの歌手コーシュヤーの主やソ連のテレビ番組青い灯りに出演したムスリムマゴマイフラがこの 楽曲を歌っている。ヒーリによれば本来この楽曲には歌詞があり、馬に乗ったカウボーイが牧場へ向かう物語なのだと言う。ありがとうございます。